バイバーキュンパンです。年末に変わって動画頑張ろう。改めましてね、今山さん、かっこジムキムさんがね、ドンクマに加入しました。改めましてね、そしてちょっとキョンクマで今後方針といいますか、今まで生活系とかで耐久系は僕とクマくんだけだったり、僕エイジだったりエイジクマだったりとか、この3人が主流でいろいろやってきたんですけど、これからはこのメンバー全員で耐久とかをしていきます。当時の1本目がキョンクマの大人気企画三段ベッドを2つ用意して、みんなで上が呼吸したが貧乏のぜひ耐久とかくん24時間って感じで、皆さん後ろ見てください。ドン、三段ベッドを用意しました。キョンクマでよく登場してるんですけど、三段ベッドがあります。そしてそれがもう1個あります。なんと確認2つ、何でしょうか。じゃあ一応3段ベッド確認するね。あ、わかりました。1段、2段、お、本当3段だ。ちょっと待って、何がしたいの、ちょっと全部でね、まあ、6段ベッドと言っても過言ではありません。今回このベッドで、あ、どうぞどうぞどうぞ、1、普通に膝切ってください。上がいつも通り一番分厚いマットレスと枕が置いてあります。これも最高ですね。最高よ。そして隣もなかなか良くて、隣はこのブロックの、まあ、床マットみたいなのがあって、クッションがあります。そしてこの右側から超いい、ちょっといい、ちょっと普通、ちょっと悪い、最悪、超最悪って感じなんですけど、この真ん中ダンボールのキャンプマットが敷いてあってクッションがあります。ダンボールだけです。はい、何枚かあるダンボールでもこれだけでもいいです。そして右側、フラダが1枚です。いや、この辺から最悪よ。いや、この辺から超最悪。そしてこっちが網網しかないので地獄です。東京じゃね、なんでよ。最初は、はい、ちょっとね、じゃんけんで決めさせていただきます。やめとけ。いいの、やめとけ、じゃんけん。俺が1枚やめたいよ。驚くよ、いつも負けてんの、いつも負けてんの。いや、もう分かってるから、贅沢なところが来てみて。いや、マジ贅沢。うわ、やめた。けど、熱いよ。熱いよ。前歯ちゃん、熱いよ。熱いよ、熱いよ。あ、でもマジふかふか。いい感じ、いい感じ。いや、クマいつも上なの、何クマ。すげえ。いや、あのね、今日暑いじゃない。ここ、なんたらワンちゃん一番当たりです。何にも痛くございません。じゃあ、もう俺乗っちゃいますよ。届くかな。嬉しい。え、大丈夫。おいよ全員頑張って、おいよ全員。2段目が一番当たりかな。入りました。キャンプマット最高すぎる。全然痛くない。全然いいんだけど。消防の原理どうですか。普通に座るとなんか頭が、みんなそうだよ。これ汚ねえぞ、足跡ついてんじゃないかよ。うわ、最悪だ。おい最悪じゃん。これ見てんだ。ダメだろ、エイジ。まあ、痛い痛い痛いよな。本当にね、一番下地獄なんだよ。24時間生活してもらいます。え、朝起きた時点でもう終了になりますので、現時点でみんな携帯没収してあります。はい、はい、パソコン、それはちょっと仕事があるので、それだけ支給させていただきます。ただゲーム機とかも没収してありますので、ミッションとかで成功したりした場合のみ支給させていただきますので。マジでね、天井ないからムズっぽいっす。分かってる、ね、普通に高いしでしょ。そういう意味だからこっち見る。よっしゃよっしゃ。おい、最初のミッションまでちょっと一旦待機をしててください。みんな昨日上の方で撮影してたから眠なんですよ。見事に全員寝てませんかね。こんなバテバテの撮影ありましたっけ。真面目なんだけどね。ああ暑くてでね。皆さん、起きてください。ミッションタイム。普段の三段ベッドと違って、こっちの人と顔合わせられるから楽しい。これだけが楽しいんだ。こら。やめてじゃないよ、決まれば。寂しい。ねえ、寝てると。いや、寝てたよ。背中の上にすげえ痛い。痛いよね、やっぱり。今回のルール、一個ありまして。右上に行った方。スマホを支給させていただきます。マジかよ。
浮間さんが下に行ったとしても浮間さんはスマホをずっと持ってていいです。やば、絶対上になる。はい、そのまま。最初のミッション、よっしゃ、ベッド対抗サンボだけです。ええ、ちょっと待って、何したの。僕のやつねえじゃん。大丈夫だよ、みんなポンコツだから、まあ、安心して。僕のやついないの含め自分もだから。ああ、うちのチーム全員まともなやついないから。ちょっと待って、伊藤記念も一番下のやつさ。大丈夫、今つげさん。なんだそれ。ああ、頑張ろうね、将軍今山さん。任せて。頼むよ、どうじゃん。いや、じゃあ寝てんじゃん、吸ってんの。問題は全部で3問になります。よっしゃー、うお、頼むよ、かんちゃん。だから何で私3文字の動物といえば。動物。うわー、むずい。クマ、よく考えて。よく考えて。もう一択しかないよ。え、全然思いつかんねん。3文字だもんね。3文字です。まあ、これかな。じゃあ、まず最初ジュニアさんチーム。はい、うっ、行きましょう。はい、お前がチームで。これでは、どうぞ。キリコアラが。マジか。キリラって何なの。キリラいたら正解しよう。キリラいるかもしれない。大丈夫、こっちだった。勝ったな。さあ、それでは絶対いける。せーの、キ3。うえ、キ3。ウサギもあのゴリラもすっごい分かる。でもちょっと今キリン人数いるんで。第2問目に、はい、行きたいと思います。はい、第2問、3文字の果物といえば。ああ、もうこれはもうちゃんと当てに行くんだよ、当てに行くんだよ。分かってる、きょんちゃん。なんで俺ねえ、マジできょんくまといえばとかじゃなくて世間で考えよう。頼む、ヘンリー、エイジ。 OK、 くまちゃんチーム、はい、よろしいですか。はい、はい、どうぞ。せーの、 B チン、イエー、かか。まあ、前にイチゴちゃんだったじゃん。いや、だからそうだよ、よっつって。さっき言うの、昔だって話してるよね、そこで。3回言ったから。京子マトリーバーじゃなくって話してる。俺、そういうのなしでって3回言ったから。こっちも行きましょうか。どうぞ。み、うん、ご、いやー、み、あの、ごめん、あの、イエーイじゃないんですよ。だって、あの、上の人ね、みって言ったの。はぁ、ふざけんなよ。いや、あの、エイジ、一番おかしいのスイカのお前だから。3文字の寿司ネタといえば。寿司ネタ、寿司ネタ。あー、もう、圧倒的に本当にヘンリー、ボケなしお前、やったらベッド倒すかも。おしゃれ、エイジ、脱落だからね。あ、脱落だから。はい、はい、はい、じゃあ、それではどうぞ。あ、まだま、え、もう、スタートしたよ、もう、ダメだ。いや、もう、本当に俺バカした。もうダメだ、ま、なんだよ。イエーイ、よ、いやいや、ほんとにごめんなさい。僕もうマグロじゃん、絶対これマグロだよ。でしょ、マグロじゃん、俺らが。よし、マグロだと思って。一番真ん中、待って、マグロだと思って、待って、帰っちゃいました。ごめんなさい。よし、よし、いけるぞ。そしたらいけるよ、いけるぞ。さあ、お待ちしました。はい、まずくまちゃん、ドクターペッパー。あ、おはようございます。いい、中ジュース。オッケー、リアス。とは。はい、ソケンビちゃん。ソケンビちゃんの好きなジュースで。怖い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 。あー、面白い。いつまでその変なリアクション続く。起きてく
ください。さあ、ミッションのお時間です。2回目だよ。ということで、2回目のミッションです。いいですか。続いてのミッション、いろんなボールで的入れ。さあ、ということでこちらに6種類のボールがあります。まあ、その引いたボールででっかいゴミ箱があるんですけどね。はい、こちらに入れてください。4種類のボール。はい、6種類あります。それにミートボールが入ってますか。うわー、ミートボール欲しいなー。そしたら食べちゃうじゃねえか。いっけねー。やべえ、思った以上に広がるもんだと。時前子さん、いや、ここ一番簡単なやつがいいな。野球ボールでーす。はい、やったー。野球ボールいいね。それはもう普通にいいじゃん。いきます。ピンポン。おー、いいですね。いきます。バスケボー。アメフト。シャトルです。うわめっちゃバランス取れないやつ。いや、お前シャトル多分一番外れ。カーボー、カーボー、カーボー。はい、ちょ、なんでさ、俺のお尻さ、盛り上げるんだ。さっきからそっちが届きながらね、こっちだってやるから、やることやるから。あー、やばい。投げるステージ結局これって、ベッドの有利不利出てきてるんだよね。上の方がやっぱ、有利だ。じゃあ、まずは野球ボールやってやつ。野球ボールいいな、入れやすいしね。今回のご報告に先に入れた2名のみクッションをプレゼントさせていただきます。あ、はい、さあ、それでは、はい、駅前はさん、どうぞ。はいはい。嘘でしょ。え、じゃあ、行きますね。はい、どうぞ。いいだよ、ね、ここは。え、次俺でしょ。いや、やばい、結構むずい。行きますよ。バスケットボールするバスケは無理あるんじゃないの。行きますよ。山田に行けば行けちゃうね。入ればいい。バーナーは想像してなかった。バーナーでもすごい。バーナー感じで、はい、クッションをプレゼントしたいと思います。待ったよな、これ。ありがとう。ありがとう。はい、お疲れ様でーす。という感じで、ちょっと皆さん元気なくなってきたんで、ミッションで盛り上がっていきましょう。勝負ミスや。次は盛り上がるミッションなんで、歌詞のおっとりゲーム。全員苦手なやつ。歌っていただいて、その歌った部分の歌詞の一部を抜いて、次の人が歌ってっていうのをどん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 続けていってもらって、時計回りでいきたいと思います。うん、あ、ちゃんと順番通りに乗っ取っていかないと。そうです、ドボンです。歌い始めたら30秒以内に答えてください。なるほど。ヘンリーから時計回り。うわ、待って、一発目。うわ、ヘンリーから一発目や。あ、みんな簡単なのじゃないと続かないからね。簡単なのにしような。じゃあ、ヘンリー、クマは攻めちゃっていいよ。いいよ。なんで、なんで、なんで。だって、そんな目にいるんだよ、贅沢に。楽しもうや。ヘンリーは同じ立場だよ、今。え、でもクッション持ってる。あ、やばい。あ、もう確かに。くそー、騙せなかったか。騙されないで。スタートの曲は何でもいいです。それでは、よーい、スタート。ちょっと待って。はいはい、ビビビビビ。あ、イントロじゃないです。歌詞、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 歌詞。じゃあもう一度いきます。はい、どうぞ。エンジョイ、音楽を鳴り続ける。エンジョイ、届けたい胸のこのここ踊れ、アンコールはガスタンスタンスタン。レディゴー、今飲み込む、与党に乗り泳ぎ続ける。エンジョイ、エンジョイ、どうする心切り続ける。素敵な的な言葉が出てきた。ここは心、踊るところだから置いていかないよ。置いていきたいならゲーム終了。やばいね、踊らされちゃったね、今。はい、じゃあ簡単なやついくからね。はい、いきます。
世界に一つだけの花花びらを散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡愛し合って表すはい、終了。やだ、全然いいよ。この感じかな。ナムさんも大丈夫だよ。やった、いいよ。いきます、いきます、いきます。愛してるって言って愛してるって言って、手と手取り立って笑って、あなたしか見えないの、ずっとずっとずっと大好き、大好きだよ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 、なんだそれ。大好きだ、大好きだ、なんかねね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 ねさあ、それでは残り3人となりました。よし、ちなみにご褒美受け取るの2人までとなります。やばいやばい、次1人脱落した時点で終了となります。はい、頼むヘンディ、お願いします。こんなこといいな、できたらいいな夢、こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なボケで叶えてくれる。飛びたいな、飛んで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 全体的に見ると結構ひどいよさあ、ということでご褒美の方なんですけども、好きなものを支給させていただきます。いいわ、マンション、それだけが高い。あ、スイッチください。はい、スイッチください。スイッチでかしこまりました。スイッチ、ということで、スイッチだ。いいなぁ、スイッチ何台ゲーム。さあ、スマホ差し置いて入る、スマホ本で。はい、きた、時代が、俺の時代も来てるよ。みんないいな、今潰せるじゃん。緊張しよう。もうやだ、もう一本でいいすげえ、緊張しよう。本当にするとやっぱポジティブになれるんですか。はい、あ、緊張しよう。つこやだ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 、本当に家かどうか聞いてくる。やり方の話してくる。はい、一番いい部屋ですね。一番いい部屋です。イエーイ。はい、自分のところですね、もうクッションもあれば、こんな感じでもうふかふかの布団、ふかふかの布団ですね、ふかふかの布団あります。さらにですね、最終回俺携帯あるんですよ。俺は別に不満ないです。ただやっぱちょっとふかふかすぎて、それが熱いかなぐらいかな。あそこの猿に渡したいと思います。あ、下手くそだな。ヒーヤバいやつの部分出てる。
ってはい、あっちの猿に渡します。はい、クマちゃんです。ブロックマットですね。で、段ボールも引いてあるんで痛くも痒くもございません。普通にね、クッションももらってこうやってずっと横になったり編集したりしてます。ただ、まあやっぱスマホ欲しいね。まあ所詮2番目よね。次の方どうぞ。あ、ダメだ、次の人もハイラル行ってるわ。はい、あ、ハイラル、ごめんなさい。トモキントです。僕はですね、今あのスイッチをいただいてゼルデンをやっております。楽しい。もうね、僕これあるだけでもう大丈夫、もうずっといられる。僕はだから前から言ってるんですけど、みんなで24時間やるの嫌いじゃないんで、いつも一人でやるんで寂しくないし、ただの幸せです。娯楽があるのいいな、はい、娯楽大事。井上のお部屋を紹介します。結構現状井上がなんなら一番貧相説あるよ、クッションだから、うん、あのね、このね、段ボールのところにペットボトル2本です。以上。はい、ということで僕ね、マジでちょっともう痛いわ。まあ A 字よりはマシだと思うけど、結構食い込みますこれ。で、この枕、これもこれはありがたいです。これがないともう腰死にます。でね、上にね、おことの死がいるんでね、攻撃したいと思います。もうほんとね、今ゲームで何してるところの。はい、帰りたいです。はい、ということで、私はですね、まず上をご覧ください。はい、こちら段ボール引いてあります。以上です、私は。つなげた。ハイラルの話やめてもらっていいですか。ということでミッションタイムです。顔すっきりしたね、みんな。だいぶ寝ましたね。結構間が来ましたね。寝る家やることないんだよね。24時間寝る客だね。あんまり悪い。マジでさ、カメラ回ってないときにさ、マジで暇だっつってやることねえっつって、マジで何にもないんだもん。さあ、ということで続いてのミッション、お水受け渡しゲーム。ということで今見せたんですけども、こちらプラコップがあります。そして皆さんにはもうすでに目隠しを支給してあります。イエスサー。一番上の方にはパンパンに入ったお水をお渡しします。下の人にどんどんこぼして、こう下の人は受け取ってください。で、最後一番下の人が受け取った時点で一番量が残ってた方が勝ちという。なるほど、大事だよ。チーム対抗になるので勝った方が好きな方が。よっしゃ、おい、手に入っちゃうよ。やつはダメです。クッションとかはダメです。暇つぶしとか携帯とかそういう感じです。そういう感じです。さあ、ということで、はい、一番上の二人にね、渡しました。まあ、これを最終的にどっちが量を残せるかっていうものになるので、うわっ、マジャンチームからいきましょう。はい、頼むよ、マジ。これ制限時間とかはない。ああ、ないです。向こう仲悪いからな。確かに仲いいし、派。いや、今日に関してはこっちも仲悪いよ。ずっとお尻疲れるし、お尻ついたと思ったら変態でしょ。変態の。じゃあ行くよ。はい、ヘビどうぞ。ゆっくり行こう、ゆっくり。落ちたところ、ちょっとこれで一旦どう。あれ、今入った音したな。入ったよ。動くなよ。うん。あー、滑った滑った。え、待って、ヘビどう。怒ってくる。アホちゃうか、お前。ちょ、エイジ、うるさい、マジ黙って。お前だよ、マジだ。下の階、最悪だね、これ。うわ、入った、入った。喋んないと困るよね。おい、冷たい、入ってるよ。ね、ヘンリー、大丈夫、どう。何も喋んないで。やばい。いや、ちょっとね、で、もうちょっと右、もうちょっと左とか、奥手前とか言って。音ってなんとなくあるじゃん。ここだ。ここだじゃないから。違う、ここだけじゃないよ。じゃあ俺、同じチョコにこぼすからね。うん。おー、おい、おー、いいんじゃない。はい、全部いった。おー、さあ、この二人超不安だね。マジ頼むよ。それでは続いてヘンリー君からエイジ君へ。ヘンリー、そんなもんできんの、その2人で。マジでさ、マジで頼むよ。ヘンリー、ヘンリー、なんでしゃべんの。なんでお前しゃべんの。あ、しゃべっていいんだ。ヘンリー、しゃべっていいんだ。ごめん、10時来たの。10時ゆっくりだ。うん、ちょ、ストップ、ストップ、ストップ。ヘンリー、いや違う、真ん中ヘンリーはやばかったね。ヘンリー、ヘンリー、行くよ。ヘンリー、行くよじゃない。違う、違うんだよ。今と同じところに落とすのか、もうちょっと動かすのか、コミュニケーション。そう、ヘンリーね、まずゆっくりね、最初。あー、入った、入った、入った。そこだ。オッケー、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。そこからオッケー。ああ、でも勢い、大丈夫、大丈夫。入って、入って、入って。ヘンリー、そう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 、本当に大丈夫これ。そう、オッケー、オッケー、オッケー。なんでこんなもん。
けたら多分クマと以上本当に怒ると思う。お前が暇つぶしのアイテムないの、お前のせいだからな、ずっとなんでヘンリーマジでやばいって、マジで、なんでそんなの。いや慎重にやるやつよ。あのね、作戦が悪いって。ジュンジュンさ、ちょっとこうしてこれがここだって言ったらそのまま流し切って、ゆっくりでいいから。ちょっと、はい、待って、もうね、位置、そんな変える必要ないから絶対。そうだね、そうだね、あっち分からなかった。いくよ、うん、ちょっと出すよ。はい。